も田辺さん気になるのがあのスパイクの話も聞いて、ごめんなさい菅野投手はですねこう踏み込む左足の方がグッとこう土にこう刺さるじゃないですか、はい、上げて下ろしますからね、上げて下ろす、はい、0.5 センチ長いんですよ。あ、そうなんですか。左足の方が長いんですね、これだから右足と左足がスパイクのサイズが違うっていう。うわマニアックだ僕そういう話大好きですよ。これこだわりなんですよね。もうだからプロアスリート専用の設計で作ってますから。そうですよね、左の方が 0.5 センチ長い靴を履いてる人が世の中にどれだけいるんでしょうか。いないですね。なかなかいないと思います。いないです。でもそれだけまあすごくしっかりと測って、はい、でどういう風にするのが一番ベストかを考えて追求してるからこ そだから相当だからまあ100球近く投げる毎回毎回土にすごい衝撃がいくわけですよね。 そうですね。それを 0.5 センチ長くすることで少し緩和して指への負担も減らす、はあ、考えられてるというアプローチですよね。このロイヤルブルーのグローブで、ちょっと昨日話ができたんですけど、はい、ツーシーム要は、右バッターのこうインコースにグッとこう曲がるボールですよね。左バッターからと外にグッと逃げていく、はい、ツーシームの状態がいいですと。お、今年は特にいいですと。特にいいですと。でこれを生かさない手はないと、はい、なので右バッターにもどんどんツーシームを投げていきたいからちょっと角度をつけて投げようと思う。角度をつける、はいはい、つまりどういうことかというと、もうプレートを踏む位置をですね三塁側にしていたのをもう思い切って一塁側に変えて右バッターのインコースに投げやすいような角度から、そういう角度ですか、ツーシームを投げ込むと。でこれが相当効果的なボールになると今もう確信していると。はあ、そうですか、はい、 で、 はい、でも景色が随分変わるのでやりづらさとかないんですか。確かに。もうブルペンで準備をしているし、明日の広島との試合でもやりますと。一塁が踏んで投げますと。ちょっとこれは明日大注目ですね。楽しみですね。まあその他にもいろんな根拠があって、はい、一塁側にするっていうふうに言ってましたけれども、もう新たなチャレンジです今年の。もうあの、はい、毎年変化進化してますけれども、はい、去年はもう大胆にフォームを変えてっていうところから始まりまして、あれもまた今年ちょっと、はい、今年バージョンがあるみたいですよ。2021年バージョンが東京フォームですか、ね、コンパクトにするって言ってました。もう去年のこの春季キャンプをお届けした時には、はい、結構振り子のように大胆にこう動かしてましたけれども、シーズン途中もだいぶ変化してきましたよね。そうなんですよ、でもよりコンパクトにして、はい、もうあとはそのパワーロスをなくすためのフォームを今作ってるところだって言ってました、ね、これ昨日のブルペンですけど。あ、昨日のブルペン。このプレートを踏む位置がですね、びっくりしましたね。あ、一塁側踏んでるって思うそうなんですか、っていう。確かにそこはで、スポーツ報知の西村さんっていうキャップと、はい、日刊スポーツの浜本さんってキャップも二人ともあれすぐ気づいて、あ、田辺君一塁側じゃん、一塁側だよね、これはもう取材しなきゃいけないっていう、うん、報道陣がちょっと 色めき立つという、そうですよね、菅野投手の立つ位置の違いで。そういった、はい、うわ今これ横だからどうかな、プレート踏む位置見えますかね。そうですよ、ちょっと横から見るような形なので、これちょっと真ん中ですかね。今少しどうですかね、まだちょっと本気であの投げ込んでないところかもしれないですけど、昨日、これ昨日ですよね、これ昨日のブルペンですね、はい、真ん中のような気がしますね。あれ踏んでました絶対に一塁が踏んでました、踏んでましたよね、はい、あの新聞報道もなってましたしね、でもそういった角度をつける理由だったっていうのも、はい、そうなんですよ。であの今村田バッテリーコーチ右バッター立ってますけど、左バッターに立ってくださいと、はい、あの指示を出しまして、そうすると今度は逃げてくような、そうなんですよ。でツーシームはこう逃げてくるんですよね。今度スライダーをですね、外からぐっと入れてくるボールを何度も何度も投げてました。で、目標物が右バッターだとあるからスライダーこう投げやすいんですけど、左バッターには目標物がないので、今の遠すぎますか、今の振りますかねっていうのを
一球一球も出し入れしながら、どのぐらいの角度から外からスライダーを入れると左バッターは反応するのか、反応するのかっていうのを何球も投げてました昨日。キャンプ始まる時にはスライダーは多分投げないかもっていうふうに言ってたんですけれども、そうですよね、でもまたそこが変わっていって、はい、もう実戦モードでしたね昨日の。あ、本当ですか、はい、楽しみすぎますもん。いやですから、はい、明日この一塁側を踏んで右バッターのツーシームで、まあ、スライダーも当然ありますけれども、あとまあ縦の変化でフォークと、あ、そうですね、ね、桑田さんからちょっと伝授縦の教わりたいって言ったのカーブ、足元、これ角度の問題ですけど、もう一塁側です、絶対に。あ、そうですね、はい、あ、今どっちがいいですかっていうのは、そうです、そうです、これです、これです、田辺さんが言っていた、これです、はい、これブルペンの、ね、やり取りを聞きたいって方もいらっしゃるから、そうですね、あのアナウンサー余計なこと言わないでくださいっていう、また来てしまうかもしれませんから、ね、ちょっと静かにして。でも確かにあのすごく声が、ね、響くんですよね、はい、ブルペン今回よくやり取りしてますね、そうですね、もう菅のワールドに入ってると言いましょうか、うん、